アイノワイナミョイネンは、乙女アイノに求婚するが、アイノはそれをいとって見知らぬ海辺で溺れ死ぬ。彼はらは、フィンランドの民族女子子。19世紀に、イシエリアスリョンロートによって、民間説話からまとめられた。フィンランド語の文学のうち最も重要なもののうちの、一つで、フィンランドを最終的に1917年の、ロシア帝国からの独立に導くのに、 多大な刺激を与えたとされている。名称は、彼はという部族の勇士たちの地の意。リョンロートによる、彼はらは、1835年に2巻32、章からなる、女子誌として出版され、当時の知識人階級に大きな衝撃を与えた。その後、それを増補し、1849年には、前後十章からなる最終版として出版した。 フィンランドの作曲家、ジャン・シベリウスは、彼らに影響を受けた音楽を多数作曲している。他、文学、絵画など、フィンランドの様々な文芸に影響を与えた。フィンランドに、独特の伝説や伝承が多数存在することは17世紀、頃から知られ始め、18世紀には、多くの研究が行われるようになった。1809年、フィンランドが、 ロシア帝国に編入されたことを契機に民族意識が高まり民族に特有の伝承が固有の文化として認識されるようになった。そうした中、エリアスリョン・ロートがこの分野の研究を始めた。まず1827年にワイナミオイネン古代フィン人の深刻という博士論文を発表を。その頃から民族史の最終旅行を行った。何度かの旅行の後、 北フィンランドのカヤーニに医師として赴任、そこを本拠地に、歌謡の収集を精力的に行った。1833年、アルハンゲリスクのブオッキニエミで大量の歌謡を採集した。これによって散歩にまつわる物語の大部分が揃い、彼はこれに連民会年の物語と結婚歌謡をまとめ、ワイナミョイ年の民主集として発表した。これは後に、 ゲンカレワラと呼ばれるようになった。彼は、翌年もその地を訪れて、多くの歌謡を収集し、ゲンカレワラを補修改訂して、彼ラフィンランド民族太古よりの古代カレリアミム歌を発表。これは、コカレワラと言われる。彼は、その後、調査地域を広げ、ラップランドや、南カレリア、イングリアなどからも、民主を採集、それまでのものを見直した。 その後内容を増補した、彼らが1849年に発表された。これが現在彼らとして知られているものである。彼らは、フィンランドの伝承に基づくものではあるが、交渉そのままではない。リョン・ロートは、それらの歌謡や民主を適当に主者選択しただけでなく、全体が、一つながりの物語となるように配置し、 互いの整合性や連続を持たせるように編集したり、名前を変えたり、時には自分で創作した仕組によって埋めたりもしている。彼はら全体における彼の創作は、一説によれば約5%と言われる。この点については、やや注意を要する。芸術作品として見る場合、このことは何ら問題ではない。彼の創作した部分も違和感なく、 全体に収まっているとの評価である。ただし、そのために、ストーリー展開に無理が生じている部分もある。例えば結婚歌謡の部分など、物語としては、イルマリネンがついに嫁をもらえて、それを連れて実家に帰るだけの部分に五章も、費やしている。これは民謡を、採取保存するという目的にはかなっているが、物語の展開としてはくどく感じられる。他方、これを、 神話や伝承として見る場合には、場合によっては、本来の意味と異なっている場合が少なくない。そのような観点から、彼藁を民族史として読むときには、上記の点に留意しておかねばならない。彼藁には実に多くの名前が登場する。中には一度だけ登場するものもあり、何度もあちこちに顔を出すものもある。人間のように扱われているものもあれば、神、 あるいは精霊として扱われるものもある。なお、彼らでは口調を整える目的もあり、固有名詞に対して、お決まりの簡潔な形容が二つ名前のようにつく例が多い。以下、格論において、名前の後の、がそれである。訳は、参考に挙げた、岩波文庫版による。神として、名が出るのは、うっこである。この他に明確に神として、名の出る者はいない。 明らかに人間ではなく、より神に近い存在としては、大気の乙女や水の乙女として時々、姿を現す女性たちがある。イルマタルの他にも、例えば鉄の起源の呪文にも三人の乙女がその父を、こぼしたものが鉄となったとの言葉がある。悪魔に地下や使いをされているのが必死である。主要な登場者は、人間のように描かれながらも、超人的な能力を持つ。 特に前編を通じて主役格をはるあいな妙威念、イルマリ年、連民会念は人々の中で人間のように暮らし、嫁を求めたりするが、普通の人のできないことを行い、時には多くの人間を率いて活動する。この範囲では人間の中の英雄と見ることができる。他方で魔法の力などにおいては超人的なものがあるが、この物語の中では一般の人々も 魔法を使うから、特に非人間的特徴とみなすことはできない。しかし、例えば、イルマリネンは、天の老いを打ち出したと言われるように、この三者の業績とされるものには創生に関わるような、神の業に近いものが含まれている。これらについては、彼らを神話と見るか、伝説と見るかで判断が分かれる。全社的な立場で見れば、これらの登場者は神であり、 自然現象などの象徴であるとみなせる。後者の立場に立てば、これらの人物の多くは人間であり、実在の人物や、複数の人物をもとに創造されたものと考えられる。実際にはこのどちらであるかは、論の分かれるところが多い。散歩の防衛ポホヨラの散歩を盗み出した、ワイナミョイネンを襲撃する魔女たちと、 それに応戦する愛なみょいねがたり始めの言葉の後に、天地創造が説かれる。大気の娘、イルマタルは、ある時、退屈しのぎに、大空から海面に降り、そこで波によって身ごもった。彼女は長らく大きなお腹のまま彷徨い、その間に、彼女の膝に降りたカモの産んだ卵が砕けて天地が、作られた。彼女は、さらに様々な地形を作った後、 ワイナミョイネンを産み落とした。彼は、生まれた時にすでに年老いていて、会場をさまよった後に陸に登った。ワイナミョイネンは、サンプサペレルボイネンに命じて、種まきを行う。菓子だけが育たなかったので四人の乙女と海のトゥルサスの、働きで育て直したところ、今度は育ちすぎて、天地を覆い隠すようになった。そこで、海の母に願って菓子を切り倒すものを呼んだ。 やってきた男は最初は、小人だったが、目の前で大男となり、木を切り倒した。倒れた木は海に落ち、その破片は人々に幸せをもたらすものとなった。すべての植物は育つようになったが、大麦だけは育たなかった。ワイナミョイネンは木を切り倒し、畑を開墾したが、白樺を一本残した。その理由をわしに問われて、鳥が止まれるようにというと、 わしは火を打ち出し、開墾地を燃やした。そこに麦をまくと、麦は、よく育った。ワイナミョイネンは、格好によく泣くように命じた。ワイナミョイネンの名声を聞いて、若者日ハイネンは、父母の反対を押し切って出かけ、対決を申し込んだ。ワイナミョイネンは彼を相手にしなかったが、母イルマタルの想像までを、自分の技だという彼の体現相互に腹を立て、 魔法の歌で彼を地面に埋めてしまう。日拝念は命乞いをし、贈り物を提案するがすべて拒否され、最後に妹の愛イノを差し出すというと、助けられる。家に帰って報告すると、父母はそれをむしろ喜ぶが、愛イノは、悲嘆にくれる。愛イノの前に、ワイナミョイネンが現れ求婚すると、彼女はこれを拒否し、大いに泣く。父母が慰め、気晴らしに着飾って、 森に行くように言うと、彼女はそうして、海辺に出て、そこで落ちて溺れ、魚になる。うさぎにこのことを父母に伝えるよう願い、うさぎは伝える。母は大いに泣く。ワイナミオイネンはこれを聞き、悲しんだ後、その海へ出かけ、釣りを始める。そして不思議な、美しい魚を釣り上げる。彼が料理しようとすると、魚は海へ逃れた後に自分が愛のであることを告げ。 食べられに来たのではなく、妻になりに来たのにと伝え、姿を隠す。彼は悲しみ、網を引くが、魚は捕まらなかった。ワイナミョイネンは、母にどうすればよいか尋ねると、母は、ポホヨラの娘に求婚するように告げる。ワイナミョイネンは、ポホヨラへ旅立つ。そこを、ヨウカハイネンが、弓で撃った。三発目が当たり、ワイナミョイネンは、海に落ちた。 ワイナミョイネンは海を漂っていたが、わしがそれを見つけ、陸まで乗せて飛んだ。そこで泣いているとその声をポホヨラの女主人ロウヒが、聞き、彼を家に迎える。ワイナミョイネンは、自分の国へ戻る道を尋ねると、ロウヒは、私のために、散歩を作るなら、国へ返し、うちの娘を嫁にやると約束する。ワイナミョイネンはそのためには、自分の国に戻り、 カジヤのイルマリネンを呼ばねばならないと言って、国へ返してもらう。ワイナミョイネンが帰国の途中、道の頭上にポホヨラの乙女が現れる。彼は彼女に求愛すると、彼女は三つの難題を課す。二つまでは安やす,やすとやり遂げたものの、三つ目の船の建造の最中に、斧が、それで彼の膝を大きく傷つけた。彼は、血止めの処置をするが十分にできず、 そりで村に向かい、助力を願う。村の男は、血止めの呪文のために必要な、鉄の起源がわからないというので、ワイナミョイネンはそれを語って聞かせ、それによって難航は完成し、傷が治る。ワイナミョイネンは、彼原の荒れ地に、巨大な木を歌い出した。その枝先に、太陽や月を引っ掛けた。そうして、カジアのイルマリネンの元駅、ポホヨラに、 散歩を作りに行くよう願うが、拒否される。そこで枝に、太陽や月のかかった木があると言って呼び寄せ、彼を木に登らせ、それから大風を吹かせてその木ごと彼をぽほよらへと、送り出した。浪費は、彼が到着するや娘たちに着飾らせ、彼に、散歩ができたら、娘を嫁にというので、彼も承知して火事場作りから始め、とうとう散歩を作り上げた。 浪費は大いに喜び、これを山の奥深くに隠した。イルマリネンは娘を要求するが、娘が拒否。彼は、悲嘆に暮れて帰国する。連民会ネンは男前で有能な青年だったが、血の毛が多く、女癖が悪かった。彼は、サーリに求婚しに出かける。そこでは彼は笑い者であったが、次第に、娘たちを牢絡し、すべての女に手をつけた。 メ家カの娘キュッリッキは彼になびかなかった。彼は彼女をさらい、彼女に結婚を承諾させる。ただし、彼は今後戦に出かけないこと、彼女は村へ遊びに出ないことを約束した。二人は、約束を守って暮らしたが、ある時彼女が約束を破り、腹を立てた連民会年は、ポホヨラへ戦に出かけようとする。母や妻が止めるのを押し切って出かけ、ポホヨラに着くと、 すべての男たちに呪いをかけてしまう。ただし、盲目の老人一人は、お前はすでに哀れなものだと言って、呪いをかけなかった。そこで、連民会年は娘をよこすように言った。ポホヨラの女主人は、最初に非死の鹿を狩ることを課題とした。連民会年は、スキーの名校にスキーを作らせ狩りに出るが失敗する。彼は改めて狩りの呪文を唱え、ついに鹿を捕らえる。 女主人は次に、トゥオネラの白鳥を撃ってくるように求める。彼が獲物を狙っていると、かつて彼が呪わなかった老人が彼を、毒矢で撃った。連民海綿は、川に落ちて死んだ。連民海綿の母は、彼の死を察し、ポホヨラへ走り、彼の行方を尋ねた。女主人は何度かごまかそうとするが、質問されて答える。母は、彼の行方を尋ね回り、 やがて彼が川に落ちたことを知る。彼女は、イルマリネンに頼んで熊手を作らせ、それで川底を砂取り、息子の破片を集め、繋ぎ合わせて、元の姿とした。しかし、彼は物も言わなかったので、特に難航を作り、ようやく彼は元に戻った。彼と、母は自国に戻った。ワイナミオイネンは船を作ろうとする。ペッレルボイネンが彼のために木を探す。 それをもって船を作ったが、水にこぎ出す呪文がわからない。彼はそれを求めて、マナラの太古の館へ向かい、言葉を求めるが得られなかった。彼の帰還を邪魔する、者たちを魔法で眠らせたり、姿を変えたりして逃れ、帰国する。彼は次に、巨人のビプネンから言葉を聞き出そうと考え、イルマリネンに、鉄の防具を作らせ、ビプネンの口の中に侵入した。 ワイナミョイネンは船を作って、彼の町内を探り回り、やがて腹の中に火事場を作り、大いに働いた。ビプネンはこれに驚き、多くの呪文で彼を排除しようとする。しかし、ワイナミョイネンが逃げ出さないので、諦めて、彼に多くの言葉を教え、彼は、ビプネンの口を出る。ワイナミョイネンは、ポホヨラの娘に求婚するために船を出した。それを知った。 イルマリネンの妹は日記は兄に、それを伝えた。イルマリネンは慌てて身自宅をし、ソリで彼を追った。両者は、力ずくで娘を奪うことはしないと約束し、ポホヨラへ向かった。ポホヨラの女主人はやってくるのが、求婚者二人と知ると、娘に、どっちを選ぶか尋ね、娘は、若いイルマリネンの方がいいと答える。最初に、ワイナミョイネンが到着し、 急婚するが、娘は拒否する。イルマリネンは、女主人に娘を求めると、彼女はその前に、マムシの畑を耕してくるように求める。彼は、娘のところに行って相談すると、娘は、金の隙と銀の隙を鍛えるよう教える。彼はこれを作り上げ、畑を耕した。次にトゥオニの熊マと、マナラの狼を繋いでくることを求められる。娘に相談し、 鋼の靴輪と鉄の馬六を作るよう教えられ、これをやり遂げる。さらに、トゥオネラの川から川カマスを取ってくることを求められ、娘に和紙を作って、それにやらせるよう教えられる。彼は和紙を作り出し、和紙はカマスを食い殺す。ズタズタのカマスに文句がつくが、彼は改めて娘を求めた。ついに女主人はこれを認め、手打ちの歌を歌う。イナミョイネは、 自分が老齢であることを認め、今後は老人が若い娘をもらわぬよう今しめた。婚礼の準備に巨大な牛が殺され、ビールが作られる。お客が招待されるが、連民会年は招待されなかった。婚礼が始まる。歌い手として、ワイナミョイ念が大いに歌う。縁は盛り上がり、いよいよ花嫁が花婿に引き渡される。 花嫁は生まれ育った場所から引き離されることを嘆く。家政婦が彼女がいなくなること、これからの苦労を悲しむ歌を歌う。子供が激励の歌を歌う。花嫁の心がけを解く言葉が告げられる。老婆は自分の過去を振り返り、その苦労などを語る。婿に対しても心がけが解かれ、嫁を大事にするように告げられる。そして花嫁の決別の歌が歌われ、いよいよ。 イルマリネンは花嫁をソリに迎える。ソリは、イルマリネンの家に向かった。実家ではソリを待ち構え、花婿の帰還と花嫁の到着を歓迎する。歓迎の縁が行われ、出席者が次々に称えられる。それから、ワイナミョイネンは、ソリに乗って故郷に向かうが、ソリが壊れたので、トゥオネラの水を手に入れるために、トゥオネラに赴き、帰還した。連民会ネは、 自分が招待されない婚礼があったことを知る。すぐに畑を投げ打ち、着飾って呼ばれぬ宴会に行くことを決意する。母や妻が押しとどめるが効かない。母はその航路に三つの死があると、また到着した地で三つの死があると言い聞かせる。しかし彼は武具を身につけ、出かけた。予告通りの危機をすべて出して、彼は宴会に向かった。彼は宴会に押し入り、そこで主人と、 魔法比べをする。さらに主人との決闘に勝ち、彼を殺す。女主人は怒って、武者を多数呼び出し、彼を囲んだ。連民会年は家を逃げ出し、わしに姿を変えた。ほほよらの主人はタになって追う。連民会年は自分の家に逃げ込んだ。母に聞かれて自分が主人を殺して追われていることを伝えた。母は、 彼が二度と戦に出ないという誓いを立てさせた後、海原の小島に隠れるよう進める。連民会年は、食料を船に積んで出発する。島には、乙女がいたので、彼が訪ねると、隠れるのはいいが開墾する場所はないと答える。彼は、魔法の歌を歌って、皆にご馳走を振る舞って、木に入られ、村中の女に手をつけた。 ただ一人、醜い娘だけを相手にしなかった。連民会年は、旅に出る気になって、船出の用意をしていると、彼女が現れ、自分を相手にしなければ座礁させる胸を告げる。それを無視して、ふと気がつけば、村中の男たちが彼を殺す準備をしていた。連民会年は、逃げようとしたが、すでに船は焼かれていた。慌てて、魔法で船を作り出し、旅だった。 娘たちは泣いて見送った。連民会年は、故郷に帰った。彼が、故郷に帰ってみると、家がなくなっていた。ポホヨラの主人に攻撃された後であった。しかし、幸い母は無事で近くに小さな家を建てていた。彼は大いに喜んだ。連民会年は復讐のために戦に出ることを決める。そこで友人のティエラを誘うことにした。 彼の家族は反対したが、彼は連民海綿と共に出発した。船を進めると、ポホンヨラの主人は魔法で氷を張らせ、船は壊れる。彼らは魔法で馬を出し、進行する。しかし、寒さのために進めない。ウンタモとカレルボは、ちょっとしたことからいがみ合うようになり、ついにウンタモはカレルボと、その一等を滅ぼし、一人の女を連れ去った。 その女が産んだのがクッレルボであった。彼は非常に力強く成長した。父の殺害を強く、恨みに思っていることを知ったウンタモは、彼を殺すことを試みたが、水につけても火で焼いても死ななかった。そこで彼を奴隷の子として育てた。しかし彼はどんな仕事もこなせず、子守りをさせれば子供を殺し、開墾をさせれば畑も材木も壊れた。 うんたもは彼を、イルマリネンのところへ売り払った。クッレルボは、牧道をすることになった。主婦は家畜を送り出す歌を歌った。昼になり飯を食おうとすると、パンの中に石が入っていて、父の形身の小刀を折ってしまう。彼は怒り、牛を殺し、熊と狼を牛に歌い替え、それを連れて戻った。 主婦は、牛の世話をしようとして、クマと狼に襲われて死んだ。クーレルボはすぐさま、イルマリネンの家から逃走し、荒野を放浪した。ところが、ここで通りかかった人から両親が健在であることを聞かされ、その元へと向かった。母親は喜び、家族の消息を説明し、妹が行方不明であると知らせる。彼は、両親の元で働いたが、 やはりうまくこなせず、船を漕げば買い受けを壊し、網打ちをすれば網ごと粉砕した。そこで旅には慣れているだろうと税金を納めに行くことになった。その帰り、彼はとある娘をソリに誘い、人よを共にした。翌朝、互いの名乗りをしてみると、彼女は行方不明の妹だった。彼女は川に身を投げて自殺した。彼は自殺しようとするが、母が止めた。 彼は考え直し、うんたも一族を滅ぼす決意をする。クーレルボは出生の準備をする。彼は皆に別れの挨拶をするが、母親以外はさほど悲しまない。彼が出発すると、追いかけて死者が来て、家族全員の死を順に知らせる。彼は突き放して答えるが、母に対してだけは大いに嘆く。彼は、うんたも一族を滅ぼし家を焼き、故郷に帰った。 そこには、空き家だけがあった。彼は泣いた。それから食料を探しに森に入って、気がつくと、そこは、妹が死んだ場所だった。彼は、刀で胸をついて自殺した。それを聞いたワイナミョイネンは、後世に向け、子供の育て方を誤らないようにと語った。イルマリネンは、妻の死を大いに悲しみ、3ヶ月間泣き明かした後、 金と銀で花嫁を作ることを思いつく。三度目に彼は黄金の花嫁を作り出したが、彼女は動くことも話すこともなく、抱いて寝ると冷たかった。彼はこれをワイナミョイネンに送ることにし、運んでいったが、ワイナミョイネンはこれを拒否した。イルマリネンは再び、ポホヨラに向かい、娘を求めた。女主人は、娘の死を聞いて怒り、二度と、 娘はやらないと告げた。彼は娘に直接に願ったが拒否され、とうとう娘をさらって家を飛び出した。娘は怒り、悲しみ、許しをこったが彼は聞かず、ある村に飛び込んだ時、彼は疲れて寝てしまった。目を覚ますと、娘は他の男と楽しんでいた。イルマリネンは怒り悲しみ、娘をかもめに歌い変えた。イルマリネンは自分の国へ帰ると、 ワイナミョイネンに出会い、ワイナミョイネンは彼にポホヨラの暮らしはどうだったかを尋ねた。彼は向こうには散歩があるから幸せに暮らしていると告げた。ワイナミョイネンはイルマリネンに散歩脱会を持ちかける。イルマリネンはワイナミョイネンに刀を作る。自分のためには鎧を作った。彼らは木の船を見つけ、船の願いに沿って漕ぎ手として若者と乙女、 それに、老人の集団を出した。若者と乙女は、力弱く、老人は少し増しだったが、船足は遅く、ついに、イルマリネンが恋だ。連民ネンはこの船を見つけ、目的を聞くとこれに参加することを求め、船に乗り込んだ。船は巨大なカマスの背に座礁し、連民ネンはこれを倒そうとして、海に落ち、イルマリネンは切りつけたが刀を折った。 ワイナミョイネンは刀でカマスを殺した。皆で料理して食った後、ワイナミョイネンは、残りの骨からカンテレを作った。弾こうとしたが誰にも弾けなかった。ワイナミョイネンは、ポホヨラには弾ける者がいるかもしれないと、これを、ポホヨラに送った。その地では、多くの人が弾けたが、その音は喜ばしくなかった。楽器は再び作り手に戻された。 ワイナミョイネンはカンテレを演奏した。すべての動物がこれを聞きに集まった。妖精たちも聞き惚れた。聞いた人間はすべて涙を流した。ワイナミョイネン自らも涙を流した。その涙は海に沈んで真珠となった。イルマリネンは戦闘の会、連民会ネ年は交尾の会に、そしてワイナミョイネンは戦備に座り、船は進んだ。ポホヨラにつき、 女主人のもとへ向かい、散歩を分けるように求めた。彼女はこれを拒否。彼は、ならばすべて持ち帰ると言ったので、女主人は立腹し、ほホよらの全員を呼び出し、彼らは武装して集まった。ワイナミオイネンはカンテレを演奏し、彼らは全員、良い気持ちになり、眠り込んだ。ワイナミオイネンに散歩をしまった扉を開き、 運び出そうとしたが動かなかったので、牛を連れてきて引かせ、ようやく運び出し、船に乗せた。連民会年は漕ぎながら歌うと言い出し、再三止めたがついに歌い出した。その声でポホヨラの者たちは目を覚まし、盗まれたことを知って怒った。まずモヤを歌い出し、ワイナミョイ年の足止めをした。彼はこれを払うと、さらに進んだ。今度は、海から行く、トルソが現れたが、 ワイナミョイネンに叱られて、姿を消した。次は、台風が吹き、カンテレは飛ばされた。ワイナミョイネンは悲しんだが船を強化して、さらに進んだ。女主人は軍勢を仕立て、戦船を進撃させた。ワイナミョイネンはこれを見つけ、暗礁を歌い出して船を粉々にした。彼らは、全員眠り込んだ。 武器を爪に変え、板をつなげて、翼とし、わしのような姿で飛び始めた。そして船に近づき、散歩を奪おうとした。連民海念は切りつけたが効果がない。ワイナミョイネンは火事を、海から引き出し、殴りつけた。鳥の姿のものは海に落ちたが、爪が引っかかったので、散歩も海に落ち、破片となった。散歩の破片は各地にたどり着き、 それぞれの地を飛ませた。浪費は復讐のために熊を送り、あられを降らせるというが、ワイナミョイネンはそれに対抗できる胸を答え、女主人は泣く泣く諦めた。ポホヨラには、散歩の破片は、ほとんど来ず、ラップは、パンのない生活をすることになった。ワイナミョイネンは、陸に着くと、散歩の破片を見つけ、それをもって土地が繁栄するように呪文を唱えた。 平和になったことから、ワイナミョイネンはカンテレを弾きたくなり、イルマリネンに鉄の熊手を作らせ、カンテレを探したが見つからない。彼が草原に行くと、白樺が泣いていた。理由を聞くと、切られ、削られるのが怖くてならないという。そこで彼は、皆の喜びになるのだと木を慰め、その木で、新しいカンテレを作った。彼はそれを演奏し、皆それを聞いて感動した。 彼はが繁栄していることを聞いた老費は妬み、薬病を送った。ワイナミョイネンはそれを救いに出かけ、呪文や難航でそれを払った。彼はが救われたと聞いた老費は、今度は熊を送りつけた。ワイナミョイネンは、イルマリネンに槍を作らせ、熊を捕らえ、霊を尽くして解体した。ワイナミョイネンがカンテレを演奏すると、月や太陽まで近寄って聞き惚れた。 浪費はそこで月と太陽を捕まえ、ポホヨラに連れ去り、鋼の山の中に遊兵し、さらに火を奪った。世界中が闇に包まれ、思考の神ウッコまでが憂鬱になった。ウッコは月と太陽を探したが見つからず、新たに火を作り、それを、大気の娘が落としてしまう。ワイナミョイネンとイルマリネンはその火を探しに向かい、大気の娘に会い、火はあちこちを焼いた後、 魚に飲まれたことを告げる。二人は網を作り、魚を探すが捕まらない。ワイナミョイネンは、雨で網を作る。それでも魚は捕まらず、彼らはとても大きな網を作り、ついに目的の魚を捕まえた。取り出した火は、ワイナミョイネンに火傷を負わせた。火は、その後周辺を焼いたが、やがて収まり、皆の家を温めることになった。イルマリネンは、 火傷の難航を作った。人々は、イルマリネンに求め、彼は新しい月と太陽を作った。しかし作ったものは輝かなかった。ワイナミョイネンは、占いによって、月と太陽の行方を知り、ポホヨラに向かった。彼はその家に入り、月と太陽の行方を尋ね、その解放を迫った。しかし聞き入れられなかったので、戦って、彼らを倒した。 彼は隠し扉を見つけ、しかし開くことができなかった。彼は、イルマリネンに扉を開く道具の作成を依頼した。ローヒは、鳥の姿で鍛冶屋を訪ね、何を作っているかと訪ねた。彼は、ポホヨラの老婆の首輪だと答えたのを聞いて、彼女はついに諦め、太陽と月を解放した。ワイナミョイネンは月と太陽に挨拶し、これからも変わらぬことを求める。 マリアッタなる少女が、少女解体して、子供を産んだ。その子をどうするかの判断を求められたワイナミオイネンは、彼を殺す判断をするが、その子になじられる。皆はその子を祝福し、ワイナミオイネンは旅立つ決意をする。海の彼方に旅立つところで、物語は終結し、最後に、物語の語り始めに呼応する形で締めの言葉が、語られる。リョンロートが、 コカレワラを1835年に発行した際、その発行部数はわずか500部であった。しかも、その500部を売り切るのに、12年もの時間を要した。また、フィンランドの知識人たちからの反応も、否定的なものが、相次いだ。一方で、フィンランド文学協会は、リョン・ロートの研究や、カレワラの翻訳を、女性、1841年のフィンランド語版を、 川切に、フランス語版、ドイツ語版が出版された。ドイツの思想家ヘルデルは、女子史を持つということはフィンランドには文化があり、国民としての資格を持つとして、彼はらを評価した。これら国外からの評価と合わせて、1843年には、学校教育でフィンランド語が採用され、教科書として、彼はらが用いられるようになったことが、その需要を促した。 学校では教育用に簡略化された彼藁が用いられ、両老とも後に短編の彼藁を表している。その後、彼藁を契機として、カレイアニズムと呼ばれる芸術運動が起こる。それらの彼藁に財を取った作品とともに、彼藁は国外に広く知られるようになった。第二次世界大戦期には戦争のプロパガンダに利用されるなどの曲折を経て、 現在でも、フィンランドでは、企業や店舗に、彼はらに由来する名前が広く見られるなど、民衆の生活に深く根付いている。また、彼はらは50カ国語以上に翻訳され、最もよく知られたフィンランド文学の一つとなっている。フィンランドの作曲家、ジャニ・シベリウスは下記に挙げる通り、彼はらを題材とした音楽作品を多数作曲している。シベリウスによる作品の他には、 同じくフィンランドの作曲家であるロベルト・カヤムスの公共詩アイノが挙げられる。また、フィンランドのヘビメタルバンド、アモルフィスは、セカンドアルバム、テイルズ、フロム・ザ・サウザンド・レイクスに収録されている、楽曲群をはじめ、彼らを題材とした楽曲を多数発表している。彼らは、女子誌であるが、フィンランドでは、物語としての彼らも広く親しまれている。 フィンランド文学の父、アレクシス・キビは、彼はらの英雄クッレルボの悲劇を描いた戯曲、クッレルボを表した。ユハニアホの小説や戯曲にも、彼らに財を取ったものが見られる。キマタ、シジミエのレイノの作風にも、彼らの影響が見られる。彼らを描いた絵画で最も有名なものとして、アクセリガンレン彼らの一連の作品が挙げられる。また、 1890年のパリ万博では、フィンランド館の天井に、彼ラを題材としたフレスコ画が描かれ、樹木を集めた。フィンランドの天文学者、ユルイオ・バイサラ・トリいしおてるは、自身が発見した複数の小惑星に、彼原及びその登場人物、土地の名前をつけている。小泉たもつ、彼ラ物語フィンランドの神々 P183、キルスティマ記念。 彼はら物語フィンランドの国民女児史 P196 小泉保つ彼はら物語フィンランドの神々 P188 北欧世界の言葉と文化7彼はらに見るフィンランド性の形成 P123 リョンロット編彼はら岩波文庫1976年 P452 インドヨーロッパ神話には女神や妖精 さらに女王術師と関連した会場に立つ九つの波についての伝承があるが、ヨーロッパの神話伝承やフォークロアに詳しい中世、フランス文学の専門家、フィリップ・バルテールは、このモチーフの意味を、酒女から出発して、ケルト神話や北欧神話に見られる類例との比較により明らかにしている。フィリップ・バルテール、ユーラシアの女性神話ユーラシア神話シロンに中央。 大学出版部2021年、ISBN 978から4から805751831、95から111ページ、キルスティマ記念、彼はら物語フィンランドの国民女自史 P196、北欧世界の言葉と文化、7、彼はらに見る、フィンランド性の形成 P124、意師の有効。子、 大フィンランド思想の誕生と変遷 P28、石の有効、大フィンランド思想の誕生と変遷 P28 から、30、小泉保つ。彼わら物語フィンランドの神々 P184、石の有効、大フィンランド思想の誕生と変遷 P30-31、キルスティマ記念。彼わら物語フィンランドの国民女実施 P196、北欧世界の言葉と文化。 7. 彼わらに見る。フィンランド製の形成 P125。北欧世界の言葉と文化。7. 彼わらに見る。フィンランド製の形成 P121。131から135。キルスティマ記念。彼わら物語フィンランドの国民女児子,子 P196。医師の友好。大フィンランド思想の誕生と変遷 P31。小泉保つ。 彼はら物語フィンランドの神々 P188 キルスティ・マキネン彼はら物語フィンランドの国民女児子 P197 北欧世界の言葉と文化7彼はらに見るフィンランド性の形成 P136 小泉たもつ彼はら物語フィンランドの神々 P188 キルスティ・マキネン彼はら物語フィンランドの国民女児子 P197 小惑星カレワラ。MPC2021 年10月24日、閲覧。小惑星イルマーレ MPC2021 年10月24日、閲覧。小惑星ルヒ。MPC2021 年10月24日、閲覧。小惑星ポホヨラ。MPC2021 年10月24日、閲覧。ありがとうございます。